声を AI で。音声メディア関連ニュースまとめ2023年2月第3週をお届けします。 Spotify 傘下のオーディオブック企業 Findaway が自社に登録されているオーディオブックの音声データを Apple の音声ナレーション生成の時に使うために Apple に提供していたことが海外メジャーで報じられ話題となっています。果たしてその内容とは。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは週末ですんで音声メディア関連のニュースまとめ早速いきましょう。まずはホットトピック。 Spotify 傘下のオーディオブック企業が機械学習のトレーニングに音声データを提供する条項を使って Apple の AI ナレーター生成に協力していたことが明らかに。はい、ギガ人というウェブメディアの記事です。いやー、これついに来たかという感じですよね。どういうことかと言いますと、まずその Findaway というオーディオブックのね、企業がありますと。要はオーディオブックをたくさんね、販売、流通させている会社で、その会社はまあ、Spotify 傘下なんですね。ですから、海外ですと Spotify で、オーディオブックを買えたりもすると。で、そのオーディオブックの作品を登録するときに、著者がまあ、利用規約にね、こう同意をするわけですよ。で、その規約の中に、その音声データを第三者に提供していいかというような条項がどうやらあったらしく、で、そういう条項があるもんですから、Findaway は Apple に対して機械学習 AI が声を学習するために使う元データとしてその声のデータを使っていたということが発覚したんですね。で、アップルの音声データっていうとこう、ほら皆さん、Siri を思い出すと思うんですよ。でも Siri って本当に機械の合成音声そのまんまじゃないですか。ただ、このアップルの電子書籍の AI 読み上げ、AI のナレーターの音声は、ものすごく自然な声らしいんですよね。ですから当時から、あれ、Siri みたいな合成音声っぽくないね、自然でいいね、みたいなことが言われてたらしいんですが、どうやらそのナレーター、AI ナレーターの音声の元となる学習データは、実はその Findaway というオーディオブック、要はオーディオブックですから本当にプロのナレーターですとか、声優さんですとか、人の声を元にして学習されたデータだということが、海外メディアの調べで分かったそうなんですよね。で、実際こちらのギガ人の記事では、オーディオブックの著者が、まあこういう条項があるということは知らなかったと。いうようなコメントも書かれています。引用します。これに対し、俳優関連のアメリカの労働組合である SAG アフトラが、Findaway に対して苦情を申し立てた模様。Findaway、Spotify、Apple、3社はどれもこうにコメントしていません。ということなんですね。これね、その規約に書いてあるからといって、どこまで許されるのかと。いうところも含め、今後その AI との付き合い方の、まあ議論の一つに本当になっていきそうですね。それでは戦略テク関連行きましょう。まずはこちら。吉井彩公式ブログ。日本郵便様、音楽でありがとうを伝える切手、ナレーション。はい。こちらはですね、吉井彩さんの、まあブログ、に書かれている記事なんですが、吉井彩さんというのは DJ やナレーターをされている方です。で、この方がですね、音声広告のナレーションを担当されたということをご自身のブログで報じています。で、何かというと、私これ知らなかったんですが、日本郵便の音楽でありがとうを伝える切手というのがあるそうなんですよ。郵便局の公式サイトのリンクも貼っておきます。去年の2月15日、もう発売は1年前なんですね。いや、知らなかったです。で、この公式サイトを見てみると、こう、切手2枚分の縦長の切手が3枚綴りで、500円という画像が掲載されています。で、その3枚の切手2枚分の縦長の大きさということなんですが、上半分が実は切手を貼った後に、またさらにそこの上半分をペリペリペリって剥がせるんですよ。で、剥がした後にそこに QR コードがあって、その QR コードを読むと、なんと、Spotify でありがとうの気持ちを伝える音楽を聞くことができるというサービスなんですね。いや、知らなかったです。Spotify もほんといろんなことやってますね。
これだから本当にサウンドクラウドやスタンド FM の限定公開機能を使えば QR コード、URL を QR コードに変換するサービスっていうのはいろんなウェブサイトで無料でたくさんあるので、まあそれに近いとは思うんですけども、郵便局と Spotify が公の商品としてこういう展開をしていたというのはちょっと知らなかったんでシェアしました。さあどんどん行きましょう。アプリ関係ですと、オーディオブック JP ドライブモードね実装したそうです。Apple Podcast がアップデートで次の再生など操作性が向上したそうです。あとラジオトークがブラウザ版がね非常にこうかっこよくドレスアップしてました。そしてラジオトークは第1回地域対抗ラジオトーク杯開催、こちらの企画が話題になっています。ラジオトークというのはほらライブでスコアっていうのが出るじゃないですか。これで各地域のトーカーさんとバトルするということですね。スプーンはピック制度が終了するそうです。サイバーのアワーライブで歌を歌う、まあ、ライブ枠がたくさんあって、まあ、そのライブ枠を応援するというキャンペーンをやっています。アメリカのマイクロソフトが3秒で声を真似できる音声合成 AI バリーを発表と、本当に3秒だけ登録すると AI が学習をしてその声であたかも喋ってるかのような合成音声の元データを作るということなんですよね。いやー、そのホットトピックの件と合わせて本当に AI 技術、特にジェネレーテッド AI の技術、本当進化が早すぎますね。ウェザーニュースという動画で話題になっていますキャスターの檜山沙耶さん、シャープの空気清浄機のカスタマイズ音声として販売されるそうです。3300円かな。ではコンテンツコラム関連いきましょう。まずはこちら、スターロード役に古田新太、マーベルズウェイストランダーズオーディブル配信決定と、海外のね有名ブランドマーベルブランドね、こちらのオーディオブックがオーディブルから配信と、相変わらずのオーディブル、人気俳優さん人気声優さんをねつけてきましたね、古田新太さんということで、こちらもねファンの方は楽しみではないでしょうか。さあどんどん行きましょう。Apple Podcast のランキング久しぶりに見てみたんですが、いやすごいことになってますね。トップ20の中にジェーン・スーさんの番組が3つもあるんですね。しかもナンバーワンもジェーン・スーさんは撮ってまして、いやーポッドキャスト界隈ジェーン・スーさん旋風まだまだ止まりそうにないですね。北欧暮らしの道具店チャポンと行こうという人気ポッドキャスト番組がありますが、そちらに関する記事が2つ、日経クロストレンドさんでは、取材記事、そしてあと Spotify 関連で北欧暮らしの道具店でこう流しているイメージのこうプレイリスト、これがまあいくつもあるんですが、それのフォロワー数が合計で10万を超したという公式プレスリリースが発表されていました。20時のお疲れ様、夜更かしのお供、仕事と音楽と、といったようなそれらのシーンに合うようなプレイリストをこの北欧暮らしの道具店さんが出していて、そのプレイリストのフォロワー合計が10万超したと。いやー、そうそう、こういうねそのアワーもそうなんですが、実際の楽曲が使えるプラットフォームならではのコンテンツということがね今後も増えていきそうですよね。ですから本当そのラジオトークやスタンド FM などでもプレイリスト機能ね本当実装してくれるのを期待したいですよね。英語学習のポッドキャスト UK vs US ファンシーイングリッシュバトルという人気番組で、ディスコードのコミュニティが作られていました。ちょっと覗いたんですが、まだねちょっとあんまり活発にはなってなかったですね。お笑い音声アプリのゲラ、こちらでですね人気パーソナリティのもののけさんがこちらでも番組を配信されるそうです。ラジオトークとかでもねもう人気パーソナリティさんですよね。人気メディアのミモレの編集長さんがポッドキャストを開始するそうです。ボイシー尾形さんの取材の YouTube 動画が日刊工業から上がってました。ホリエモンさんが AI のみで執筆をした書籍を発表し、それの AI 音声でのさらにオーディオブック版も発売するそうです。あと私の今週の配信でチャット GPT にスタンド FM の戦略を考えてもらったという配信が人気というあたりが話題になっていました。では音声広告データ著作権その他いきましょう。まずはこちら、日本の音楽は先進国と思えない流行の停滞が起きているらしい。松谷さんという方が Spotify のチャート6年分をどうやら集計したそうなんですね。で、世界的に見ると
6年集計したにもかかわらず、日本のチャートでそのランクインしたアーティスト数が世界の、まあ、最下位だということを報じていました。どれぐらい差があるかというと、ドイツが一番アーティスト数がたくさんいて、要は新陳代謝が激しいってことですよね。6年間でね。で、ドイツが1036。で、グローバル平均が627に対して日本が245と。だからどれだけ日本のランキングが特定のアーティストさんしか出ないかっていうことを、まあ、物語ってるということなんですね。それから次、楽曲権利1000億円で売却か、コ・ジャクソンさんの遺産管理団体と。ジャスティン・ビーバーさんが著作権を売却260億円というニュース、こちらも報じましたが、今度はですね、マイケル・ジャクソンさんですね。まだ確定ではないのかな。交渉を進めているという段階ではあるんですが、まあさすがにマイケルさんですから、1000億円以上ではないかということで話題になっています。音声ニュースまとめですんで、特にアフタートークはありませんが、ラジオトーク、DJ 団子さん、ギフト付きレターありがとうございます。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。週末は、音声メディア関連のニュースまとめをお届けしています。配信の中で紹介しました、リンクはすべて無料のニュースレターで配信しています。概要欄にありますリンクからフォローしていただきますと励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。今日妻と新しいカフェを開拓しましたが、いやー、往年のシニアの方が入れるコーヒーって美味しいんでしょうね。本当に美味しかったです。というわけで素敵な週末をお過ごしください。いってらっしゃい。